い、できました、今日のあっちゃんちの晩ご飯はイカの唐揚げ、いろんなものお野菜の天ぷらで、豚の唐揚げ、豚の、ヒレの唐揚げで、ちくわの磯辺揚げで、コチのワニゴチの唐揚げで、お味噌汁は量が、アサリの味噌汁で、ヒカルがわかめの味噌汁、あっちゃんは松茸のお吸い物、以上で食べたいと思います。ではいただきます。食べよう。ちくわの磯辺揚げから、うん、あれ、あ、うん、白米おいしいね。イカから揚げ、うん、うまい、間違いないわ。これ食べなかったよ、ナスビ。うん、おいしい。ナスビ塩で、おいしいな。豚だよ。うん、あ、いけるな。もっと重なるかもだけど大丈夫。こっち前に、うわ、どう、おいしい。こっちな、魚、うん、おいしいね。この辺キノコあんねん。キノコも美味しいで。イカから美味しいやろ。イカから好きやもんな。マイタケや。マイタケとヒラタケがあんねん。これヒラタケ。うん、いや、竹おいしい。あ、豚のせや、昨日のやつ持ってこられた。気持ちいい。しょうゆ沸いた。お味噌汁入れよう。の手前があるようなな。よいしょ。チコも、チコ一番よく売れてんねんな。スープだな。奥のやつはまたちゃう。ん？奥のやつはまたちゃう。向こうか？違う。イカ。イカと野菜。野菜ってキノコ。どれが野菜？ん？じゃあこれキノコやね。この辺。どれが野菜？この辺野菜。この白いの？なす、な、玉ねぎと、これキノコな。で、これナスビ。ん？飲み物？お茶。そこにコップある。痛い痛い。さっきこけてさ、肘ゴーン打って、痛い痛い。
夕方ね、さっき言って、もう何枚やけど。レバノン池。ネバの池？レバノン池。何それ？イカの、いろいろ。もう混ざってない。これキモやな、完全にキモやな。あ、違う、これミンとか。うわ、美味しい、キモキ出て、美味しい。めっちゃ美味しいわ。これさ、ここにつけて美味しいんじゃん。ナスの天ぷらをイカの肝につけて、うまっ。いいよ、これじゃん。食べた。これ前だけやわ。でこのキノコって形が平だけだ。どう、まいたけ。うん、いいな。どれがおいしい？え？どれがおいしい？イカとか。イカ？魚っぽいやつ。魚美味しい。こっち。チーズイン。チークのチーズインが美味しい。チーズインとチーズなしやね。チーズなしの方が好き。あ、ほんま？お茶ちょうだい。ん？お茶ちょうだい。お茶自分で言っちゃう。俺の家多分勝手に飲み上がってちょうだいってないね。自分で言う。甘えても。よいしょ。うまっ。うん、おいしい。お吸い物。のすみましわ。いやだけ食べた。いやだけ食べてみ、これも美味しいで。これから。もしや、ひらたけも。どっちがいい、まいたけとひらたけ。きのこはきのこでおいしい。うまっ、わからん。きのこあれ、醤油バターみたいな。醤油バター醤油。
火の粉バター醤油取って美味しいけど、便利なら臭いねろ。玉ねぎ食べよう。お腹いっぱいになってきた。なんで俺だけ分けてるの？どれ？味噌汁以外のはあれやん、わかめ、これはあれ、アサリ、アセ、わしにもんねん、あれやん。首痛いから、ね、首に尻尾張ったら熱なってきて、玉ねぎ甘い、おいしい。アリ入れと、あ、唇かんな。わかめじゃなくて青さちゃうの？青さ足してんやん、わかめまず言うとったから。よう分かるな、マジ。これいらしいでしょ、鼻出る。美味しいね、イカの唐揚げ。美味しいね。いつもあそこで買うけど、エヴァングリーンで自分でね、ちょっと、いや、エヴァじゃない、イカが安かったら自分であげたらいいよね。イカ高いでしょ。だから、お腹いっぱいになってきたわ。ナスビ食べよう。
熱っ。あ、食堂が熱い。松茸のお吸い物に玉ねぎの天ぷらを入れたら、もうちょっと声を大きくして。話し方が舐めてるな。チンピラみたいな。何好きだよみたいな。ねじれてしまうんだよ、性格は。昔いじめられた人間が大人になって同じことを繰り返すんで、先生に体罰された生徒が教師になって体罰をする生徒先生になんねって、なんかおかしいね。自分されて嫌なことしたらあかんよね。でもまあ体罰ってすごいね、線引き難しいよね。ある意味愛の無知やったらそうやからな。泥棒や。重いな、これ。泥棒、電気泥棒。これ使えたの。確かに使えたらな、お金が。どうなんやろ、分からん。あんたやんちゃん。自分の同意なんちゃう、あれは。え？自分の同意やから。勝手にクレジットカードも使ったらあかんやんしか。今かわな。勝手に名前使われとったらあかんやん。知らん前に使われてたんやるやん。おばあちゃんやん。思んないって CM 面白く作ってあるもんじゃん。そういうことじゃない、ない、まあ、伝わらへんで、何美味しかった。何やほら、イヤクチャーって言うわ。かっすぎのソフランが分かる、ソフランのディッシュしか出ない。確かに売れてるからって言ってんの。ソフラン言うといたらついでいい。そのソフランの出てるところだけ目つぶったソフランかわからないの。お前よ、キャベツを食べないと。キャベツ食べなかったね、みんな。イカの頃言われても食べられない。食べられんで。キャベツは置いてあねえから食べんな。キャベツなんか存在知らんわけ。あるいは目といて大きい。うん、今もね。
CM 長いな、1本でいいやん、うん、この時間稼いでんねや、CM だよ、うん、YouTube 買って1本しか使えへんの、うん、飛ばせんねん、そうなの、3本しくで普通に、うん、3本しく1本も YouTube?、うん、3本もあんの、すげえ、そんな余っとんねやったらさ、使えへん人につけたりよな、使えへん人、使えへん人おんねん、 CM はこれ、え、ちゃうちゃう、そのあれよ、 CM 入れ途中で入れても使えへん時あるやん、そうな、うん、5本入れても2本ぐらいしか使えへんやつやん、どういう人なの、んで、どういう人なの、適用された CM しか使えへんねん、分からん、コーラの CM やったらさ、大抵どの CM 使うの、うん、ちゃうの、うん、ちゃうの、代理行為、どういうの知らんてってなったらどうすんの、うん、インターネットで知らんてってなったらさ、うん、頼んじゃったよ、うん、この本面白い、欲しいの、買いたいね、買おうかな、頼まれてるけど、できなくなる、いや、これ犯罪やで、完璧犯罪や、これ赤いな、事実、これは、あ、やばい、名誉毀損や、うん、完璧なんだよ、名誉毀損やんか、反応が面白い、だから、ほんまのことであってもな、人に言うたら、あの評判が落ちるやろ、評判名誉毀損なんだよ、だから、例えばな、あっちゃんがな、もしこの周りに噂されてる人やったらどうなん、うん、いや、あっちゃんがな、昨日おねしょこいてんってあのインターネットで言うやろ、うん、アンチがあっちゃんおねしょこいたらしいなってコメント書いたら名誉毀損で捕まえることができん、髪の毛入ったらあかんの、え、髪の毛入っとったらあかんよ、これ、あ、これはあれや、あの恐喝や、そうよ、それじゃん、うん、いや、強烈と強要やから、恫喝か、犯罪犯罪、これは、うん、引用者したら恫喝や、世間に広めるとは強要罪か、ここに土下座したら未遂じゃなくなって重くなる、ね、こいつ死にたくなるな、こんな、うん、16やって、うん、16らしいで、うん、顔言わんてくれほら痛い、常に何か聞いてんじゃん、え、なんか聞いとるんじゃん首痛み系男子やねん、普通に20だと思ったわ、何このハーフみたいな顔してる、ハーフやろ、自分がいらんかいらんくないでまた変わってる、変わる、うん、広めてくれって言われたら、それは、まあ、いいね、広めないでね、でも広めないでねって言ったら、うん、広められてもね、でもあのめっちゃ親友やったらやっぱ親友が許せるみたいな、拡散してねって言われへんなら拡散したらあかん、ね、拡散防止よ、もしそこでめっちゃ親友が拡散しとったら逮捕な、うん、逮捕って損害、親友やから深夜から許してよって、それでも損害賠償は出せる、勝手に第三者が通報するの、うん、本人しかわかんない、本人しかわかんない、第三者は通報できへん、できへん、難しいね、法律はだから、例えば写真撮れるやろ、その写真を誰かネットに貼るやろ、だから、一般人やったら別にどうでもいいね、
それは構わへんねんけど、写真撮られて一般人は誰々ですって名前書かれるやろ、で貼られるやろ、 それやったら衣装、肖像権やそこら辺の一般人の A 君ですって言ったら名前なしで微妙やねん、そこがあの顔アップにしたら微妙やねん、でも景色と一緒にだって写ってたらな OK。 景色で写っててさ、いやもうお前撮っただろうってなったらどうすんの、んお前撮っただろ今ってなったら、うん、絶対 OK。 えでもそれやったら別に犯罪でも何でもない、お前撮っただろうって、あ写真撮ったよって言うたら消さな、マジで、うん、めっちゃいい風景撮れたのにってやってます、うん、もう一回撮り直して加工か、今から加工しますって言うの、うん、それやったら OKOK、 しますって言って、うん、やったら OK、 難しいね、加工しちゃうとこがありやかい、逆に見たら芸能人とか YouTuber とかな、うん、だからその顔で商売してる人、それよ、まあ景色の中に映り込んどっても言われるときは、ああやばいな、やばい、だからえじゃあだから阿部さんと出会ったよって言ったら、うん、だから富士山で写真撮ったらな、そこに偶然あれやん、あの誰かがおったとするやん、菅田将暉がおったとするやん、菅田将暉があの肖像権犯だよって言ったらあかんね、それはそうなん、拡散したらそれをネットに、でもし若干顔ちらっと映ってても、微妙、それであの本人って認識できたらアウトかも、ダメだ、見えてっぱいと思うけど、まあかんね、そこ結構厳しい、肖像権、肖像権裏切られたら撮っていいよって言ったのにこの人に勝手に撮れましたみたいな、それはあるな、どうすんのそれ、犯罪、どっちが、うん、あの撮った方がやばい、撮っていいよって言われても撮っていいよって言うのやったら半もらん、ちゃんと契約書を、そうだな、口契約でも契約になるって聞いたけど、口契約は録音しとかな、録音誰か第三者がおらん、だからいろんなお店でな何人かされるの、だからね、あの天ぷらそば注文するときに天ぷらそばで録音しとかな、持ってきたらきのこそばやったこれ違うやろって言う、ね、契約やから、いやなあなたきのこ、嘘ってバレたらその録音して、嘘ってバレたら相手が悪い、相手はどう悪い、犯罪なんですよ、いやそれ間違いやから、間違いじゃない、嘘ついたことやってる、嘘ついてないと犯罪、犯罪取っていいよって言ってた、それはそれで取ったあかんって脅迫したわけやん、犯罪だよって犯罪で嘘の脅迫したわけやんか、嘘ついたあかん法律がねえやつ、いろんなもんで法律で守られてるね人間って、でも守られるはずのな法律にな逆にやられる場合なの、だって片側を守る法律やからな、両方守りつ法律がないから、うん、どっちかにやっぱり悪意があるやろ、犯罪っていうのは、嘘ついても犯罪にならんの、うん、ならん、だから悪意があってな、あっちゃんがな自分の情報をネットに出すやん、実は私こんなんなんだよってネットで言うやん、でそれを鵜呑みにした人がな、あいつこんなんやねんてって書いた時点でしてやったりって、よしそいつら損害賠償起こすのって言ったら大金持ちになれんねん、そうな、うん、だったら分からへんから、ピーキンがうんこ食べましたとか言うてるサムになってん、うん、あれでうんこ食ったらしいぜって言ったら分かんない、そうそう、分かんねん、面白いよ、うん、法律って難しいね、怖いよ、変に何も言われへんよ、そんなんやったらいいけいかんって、でも要はなアンチ批判だけのことやん、そうやけど、うん、人を批判してなければいい、自分の話だけするじゃん、間違いない、自分の話相手も自分の話しかせんと面白いね、うん、話噛み合ってない、いやいや今日な肉食ってん、今日なそば食って美味しかったね、いや肉美味しかったで、いやいやあの天ぷらそば美味しかったね、何の話じゃねみたいな、昨日富士山行ってきて、俺さっきまでゲームしてたよ、俺さっきまでゲームしてたよもう全然話しか見えへんやそんな、あ、蛇腹やで、あ、蛇腹、蛇腹あるで、それよく食ってんねおかしいやん、これ蛇腹、これも本物の蛇腹入っちゃうね、花粉症に効くらしいで蛇腹、みかんみたいなもんや、たまに中にニャニャニャってあるよ、味的にどうなる、あ、はい、ということでね、今日のはっちゃんの晩ご飯、今ね、子供六法の話で、ね、子供六法買ってみんなに紹介したいと思います、結構コメント欄、犯罪者多いです、うちのコメント欄、いや多いことない、うちのコメント欄少ない方やけど結構犯罪者多いです、はい、あの裏でやってる犯罪者さんたち気をつけましょうね、ということで今日のはっちゃんの晩ご飯、天ぷらとか唐揚げとかその辺のもんで食べました、美味しかったです、ごちそうさまでした、ということでね、犯罪は許しません、あっちゃんです
それで今日のあっちゃんの晩ご飯良かったと思ってくれたら高評価、応援、コメント、チャンネル登録よろしくね。またね、バイバイ。